みなさん、こんにちは、アンチョビです。皆様、前回の動画見てくださった方いるかな？もうずっとスタートからずっと大興奮でお届けしてしまったんですけれども、最後までお付き合いしていただけた方ありがとうございます。で、前回の動画でね、お知らせさせていただいたように、こちらね、花ふわさんが作ったこちらのマーカーをね、使って靴下の続きを編みたいなと思うので、ちょっと靴下を出しますね。靴下、あ、そういえばハンドクリームこちら使い始めてます。結構ね、桜の香りがするので、桜の香りが好きだよっていう方はいいかもしれない。で、ちょっと苦手かなっていう方はね、苦手かも。本当にお花みたいな匂いがするので。はい、さておき、補助ソックスね、これは完成してるっぽいで、よいしょ。ちょっとカチカチいっちゃうんでね。今ね、靴下を編み終えまして、靴下を編み終えましてって今言った？かかとです、すみません。ちょっと前回の動画から連続で撮ってるから、ちょっと興奮が冷めやまなくて。すみません。で、かかとが編み終わって、このあとね、どんどんくるぶしの方とかね、長くしていきます。ちなみに自分で作ったやつがね、おいしょちょっとこっちに来てくれ。これなんですよ、見えるかな、ツリーになってるんですけど、ちょっとピンボケ、ひどいね、ピンボケ今日も。そう、これなんだけど、こっちのダンスマーカーちゃんがね、私がこっちのダンスマーカーちゃんの方につけたかったんだけど、うまく、私がね、ダンスマーカーちゃんの向きを変えんの超下手で、このスリーね、デコボコしてるんだよね。デコボコしてるの見えるかな？あ、見えるね。デコボコしてるんですよ。このデコボコにね、ダンスマーカーちゃんをね、引っ掛けてしまって、あー、ダンスマーカーちゃんごめんって思いながらやってたから、反対にしたんだけど、ちょっとね、こうするとね、今なんだ、あんだのってなっちゃうから。なんだんじゃない、どこからなんだっけ、かかとを終えたのかが分かんなくなっちゃうから、本当は編み始めの方につけたいから、ちょっとこのダンスマーカーちゃんを外して、この花ふわさんからいただいたマーカーをつけます。どれがいいかな、このキャンディー、このキャンディーじゃない？ちょっと画面の全然見えないとこでやっちゃった。どれがいいかな？ 5 つもあるんですよ、5つも。もうとっても可愛い、全部。キャンディーちゃんにしようかな。キャンディーが良さそう。これは大事に。袋につけてくる、この中にね、入れてくださってたんで、大事にちょっとこれに入れて使わせてもらいます。ここか、ここだな。うん、かわいい、かわいいな。全然皆さんの向きから見えないところで、可愛いなとか、ずっと言ってるの、ちょっと、あれ、ダメですね。こんな感じです。
かわいいよね。でしかもさ、このキャンディーの下にさ、ハートマークついてるんですよ。かわいくないですか？めっちゃかわいい、ね、こういうパーツもあるんですね。私が見たところの店舗にはこういうパーツはなかったな。今ここだから、今ちょうどかかとが終わって、よいしょ、このね、一つ目のこの部分があと一段で終わるので、その後は表編みになりますね。皆様、モジョソックス編んでる方いるかな。モジョソックスぜひ編んでいる方いらっしゃったらあ、インスタで検索すればいいのか。インスタでモジョソックス出てくるといいな。探そう。もしインスタやっててモジョソックス編んでるよとか、編み始めますとかそういう方がいらっしゃったら、あのメンションしてくれたら嬉しいです見に行きます。モジョソックスね、最初段数マーカー使わないで編んでたんだけど、段数マーカー使ったらめっちゃめちゃ楽になったあのやっぱり何段ごとに表編みとか変わってくるからめちゃめちゃ楽あると。モジョソックス超楽しいです、段数マーカーあると。あと何段でこの編み方かって一人でルンルンなりながら使ってますダメだ、興奮が収まらない、そして荷物が届かない。届いたらそのまま届いたものを動画撮影したいなって思ってんだけど、今日のはずなんだよね。今日の今だいたい8時半なんですけど、9時までに届くようにお願いしてるんですけれども、大丈夫かな。今日届かなかったら私悲しくなっちゃう今日撮影しているのが、今日は12月の13日なんですけれども、14、15って私ちょっと父にね、会いに伊豆の方まで、別に伊豆に住んでるわけじゃないんだよ、遊びに一緒に遊びに行くんですよ。父と2人じゃなくて、父と父の嫁さんと私とおじ、父のお兄さんですね、おじとね、ちょっと一緒にね、伊豆の方でのんびりするためにね、明日明後日だから14、15で遊びに行ってくるんですけれども、そうそうそう、もうね、本当は今日仕事終わってからそのまま行こうかなとも思ったんだけど、なんせね、仕事年末だからちゃんと上がれるかって、仕事その早く定時に上がれるかわからなくって、安全をとって明日明後日休みもらって行くことにしたんですよね。そしたらさ、仕事を帰ってくる途中でさ、お嫁さんからね、連絡があって、で、もう、おじさんと父ね、ベロンベロンですよ。お酒飲んで、顔、二人ともね、お酒飲むとね、顔真っ赤になるから、もうその写真送られてきて、盛り上がってんなと思いながらさ、帰ってきたんだよ今日仕事から。もう羨ましかったまあでも明日ね、朝早くからだいたいね10時半ぐらいには向こうに着く感じに行くので、朝がちょっと早いんだよね。だから荷物早く届いてほしいの、撮影したいからそう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 
撮影したいし、旅行に持って行って編みたいんですよ。靴下ね、まだ超編みかけなんだけどね。そう、せめて作り目だけでもしたいっていう、その思いがあって、荷物を待ってる。うん。めちゃめちゃスタンバってるんだよ。いやー、それにしても、モジョソックス、私大好きですね。模様編みもやっぱり好きなんだけど、こういうシンプルだけど面白い形の靴下もね、やっぱり楽しいですね。これね、旅行中に完成できるかな。新幹線乗って、その後また私鉄に乗って向こうに行くので、時間があるから多分完成すると思うんだよね。で、向こうに着いたら着いたで、別に何をしようとかそういうわけでもなく、なんか明日はバーベキューするとか言ってたけど、それ以外は何をしようとか全くどこか行こうとか全く決めてないから、本当にのんびりするだけだから、もうガシガシ私はね、向こう行ったら編み物にしてやるって思ってる。伊豆の方って寒いのかな。伊豆って2月3月が確か桜の時期でしたよね。だから今の時期寒いのかしら。ちょっとね、向こうで写真撮る場所あるかわかんないけど、もし写真撮る感じになったら、写真撮って動画にね、動画とかインスタグラムでちょっとその楽しさをね、共有したいなと思います。ほぼ日手帳もね、2ヶ月ぐらいちょっとかけてなかったんだけど、3日4日くらい前に引っ張り出して書き始めて、やっぱりね、楽しくって書き出すのが、全然たわいないことを書いてるんだけど、日々のこととか、明日のね、旅行の持ち物なんだっけなとか、あとはモジョソックスここまで進めたいなとか、本当に思ったこととかね、書いたりね、してるんだけど、だからね、ほぼ日手帳もね、この編み物たちと一緒に持っていこうと思います。あ、そうだ、持ち物で思い出したんだけど、私のやらかしをちょっと聞いてほしくて、実はですね、キャリーバッグはすでに向こうに送ってるんですよ。父たちがね、昨日の夜に車で向こうに向かって、で、まあ今日の午前中にはね、もう到着してるから、今日の午前中に荷物配送しても大丈夫だよっていうことを前々から言われてたから、キャリーバッグにね、着替えとかパジャマとかを入れてね、先に送ったんだけど、そのコンビニでキャリーバッグ、これ荷物送りたいんですけどって言って、お願いしたわけさ。そしたらさ、タオルをね、持ってきてねって言われてたのに、タオルを入れ忘れたの。お風呂の時とか使うやつね。私もさ、なんか全然コンビニで頼んだばっかの時に気づいたから、店員さんにこれ入れてくださいって言えばいいんだけど、もうなんかその前にお願いする時に、他になんか詰めるのないですかって言われてるの、私、店員さんに。
そうだからもう恥ずかしくてそんなこと言えないからさ、あの明日の14日あの伊豆の方向かう時に一緒にタオルを持っていくっていうね、とても恥ずかしいね。もうびっくりですよね。もうそんなわけであと15分ほどで9時になっちゃうけど、ピンポンってなんないな、今日のはずなんだけど。段数マーカーって自分でも作れるもんかな。なんかパーツを見る限り結構難しそうなんだよね。ちょっと荷物がね届くか心配なので、あのひとまずねこの部分を編んだら動画をね終えようと思います。前回と同じぐらいの長さになってるといいんだけど。ではでは、モジョソックスもねまだまだ楽しんで続きを編みます。編んだらね、編んで完成したらお見せします。はい、では皆様、あのテンション高い動画2本続きましたけれども、最後まで見てくださってありがとうございました。またね、次回の動画撮れたら撮ります、荷物が届けばね。はい、では楽しみにお待ちください。ではまたねー。